スニーから、90ナンバー後払いっていう契約してますよね、うんうん、そうするとやっぱ税金がちょっと取れなくなると、うん、要は例えば引退するなりドジャースを辞めた後も発生してるわけですよね、お金は、うん、その時にどこにいるかによって納税が変わってしまうので、でやっぱその納税、要は税務、うち、まあ、日本で言ったら国税庁みたいなところですね。と、やっぱそういうのを、お金の動きを調べてるところは、一緒だから、繋がってるんで、だからマークされたんじゃないかみたいなことは、ありましたよね。なんか言ってました、それは。私もなんかちょっとそれは臭いなと思ったんですけど、うん、そうだから、うん、ケチをね、なんか出てこないかって、うん、でその後岸田総理がねにこれもちょっと臭いなと思ったんですけど、岸田総理がアメリカ来ましたよね、アメリカだっけ、うん、バイデンとさんと、まあ、それもちょっといろいろ言われてるんですけど、うん、なんかちょっと、横田基地で会ってんじゃないかとかさ、なんかいろいろ、本当に会ってるのかみたいな、っていうのは言われてますけど、あの後に風向き、だいぶ変わったんで、なんかそういうことの交渉もあるのかな、みたいな。うん、ひょっとして、やっぱ国家間に国際問題がありますからね、ある種。うん、一平さんの、その大谷の問題、うん、国際問題なんで、ひょっとして何かその辺の話し合い、まあ、なんかその陰謀論界隈で言うと、都市伝説的に言うと、その解決の身代わりに、なんかいろんなことを止血したんじゃないかっていうことも言われてますけども、問題を解決する代わりに、条件を述べと、うん、みたいなことがあるんじゃないかと、はい、言われてますね。うん、まあ、こういうそういうことを喋る番組なんで今、うん、言ってますけど、うん、はい。まあ、これに関してはね、もうみんな全世界の共通の話なんで、はい、まあね、触れてもいいかなと。うん、私もその、うん、大谷、実はこの前の万歳、うん、セントラルっていう虎之助とやったコンビで、うん、大谷選手のことちょっと話題にしたんですよね。うん、二刀流、うん、それってお笑いと DJ ですよね、それ大谷信彦さんのことですみたいな、うん、大の字のっていう話だったんですけど、全然受けなくて、うん、ちょっと空気もあんまり硬かったんですけど、うん、その時。なんか、その後ダメ出しがあるんですよ。うん、森下さんと、うん、誰だっけ、もう一人の、マッチさん、マシダさんか。うん、で、森下さんが言うには、あ、なんか俺の投稿とかネタとか見てんのかな、どっかで。まあ多分キングオブコントの、もう多分審査員に入ってたかわかんないけど、もうちょっと毒舌の方が、毒のあるボケの方が得意だよね、みたいなことを言ってて。で、そういうのがなかったから、なんか例えば、それは俺の憶測だけど、多分、大谷さんの二刀流をもうちょっといじった方がいいみたいな。なんか、その、なんていうの。今、いや、国民的スターですよ、大谷翔平さん。国民的スターの話をしてるんですよ、って言って。言った時に、
大谷信彦さんを国民的スターじゃないですかみたいな、そういうようなボケも挟むと良かったのかなみたいな、なんかそういうのがなかったんですよ、あんまりディスる感じが。なかったんで、まあそういうことを今度ちょっとまた直してやろうかなと思ったんですけど、ネタを。で、なんか、この前はそういうネタだったんですけど、もともと、大谷さんが10年後の大谷みたいなのを考えてて、十何年後の、なんか、めちゃくちゃ落ちぶれてしまった大谷みたいな、すごく借金を抱えてとか、嫁にも逃げられてとか、もう選手生命をもう絶たれてみたいな、なんかそういう、ネタをピンでやろうとしてたんですけど、案外、冗談じゃなくなってきた、ね。あんまりギャグじゃなくなってきたなと思って、大谷がこんなに落ちぶれてしまったのかみたいな感じのネタをやろうとしたんですけど、まあ一応回避したけど、トラブル。まあ大谷は悪くなかったってことだったんだけど、危なかったですよね。なんか冗談じゃないな、うん、なくなってきたなって思いましたけど、一時期。だからこれ、ちょっと、ネタでやるにはちょっと逆に、ネタじゃなくなってきたなっていうのはね、思いましたけど、その時。はい。多分センサーの性質上、多分滑る感じになるのは多分予想でできるんで、おそらく逆に滑りに行かないと票が入らないというか、そうなんですよね。もう意識的にこれは滑るんだっていうのを剛速球でやってドストレートで滑りに行った方が多分センサー的には本来は 滑りゲーな目指してるはずなんで、滑ってそれが面白いみたいな。結構お気に入っちゃったんでしょうね。うん。虎之助くんが相方じゃないですか。だからあんまり虎之助くんがセンシティブな内容は得意じゃないので、うん、他のネタも、ちょっとこういうセンシティブケロケロで考えてたネタも見せたんですけど、うん、これ、まあ、一応、ケイロさんに許可取って、これを候補で、ってことで、見せたら、これは、